おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝なんですけれども、これからテスラ株がどのように推移していくのかという視点で、とあることをベースに考えていきたいと思います。ぜひ今日も最後までご覧になってください。ではとあることとは何なのか、まずはこちらのねチャートをご覧になってください。先日こちらの動画でチャート分析をしました。この時にテスラ株は横ばいをずっと推移していたのですが、この状況っていうのが2023年の底値の時と同じ状況になっていると解説しました。そして2023年の時はこの横ばいが続いた後に一気に伸びていきました。そのため今回も同じように伸びるのではないかと解説した翌日に一気に株価が伸びてきているわけです。ではこのことからも、去年と同じような株価チャートとなっているので、今年も似たような推移をするかもしれないなと僕自身が思いまして、去年のチャートを参考にしながら今年はどのような推移になるのかということについて見ていきたいと思います。まずこの2つの期間を重ね合わせてみたいと思います。この2つの期間のチャートを重ね合わせるとこのようになります。これを見るとこの上昇している時期似ていると思いませんか？では去年のチャートで何が起こったのか、これを振り返ってみたいと思います。まずは上昇のきっかけです。去年上昇を開始したのは5月16日と17日なんです。ではここでクイズです。5月16日と5月17日で何があったと思いますか？ここで一度動画を止めてもらって、何があったのか少し考えてみてください。はい、考えてもらったでしょうか？では正解を言いたいと思います。まずは5月16日なんですけれども、この日はイーロンさんがフランスの大統領であるマクロンさんと会談をしたというニュースがありました。そしてフランスに投資をするのではないかという話が出て上昇となりました。どうでしょうか？覚えてますか？では次に5月17日です。同じく動画を止めてもらって何があったのか考えてみてください。はい、この日はモデル3のハイランドがギガ上海で試験生産間近というニュースが入ってきたんです。まだこの日はモデル3のハイランドの発売ではなく生産間近だったんですね。ここで勢いがつきまして、5月27日です。ここから急上昇となっております。ここはわかる方も多いのではないでしょうか？また一度動画を止めて少しね考えてみてください。わかる方は多いと思います。では正解です。この日はフォードがナックスに参加というニュースが入ってきました。僕の YouTube をこの時からご覧になってもらっている方はきっと覚えていると思います。そしてここから各社がナックスに参加表明したことによって、連勝連勝でテスラの株価が上がっていったわけです。そして最終的にここです。2023年7月15日、本当ね約1年前にピークをつけました。ではこの時は290ドルを超えたんですが、何があったのか分かりますか？また考えてもらいたいと思うんですけれども、その答えとしてはですね、サイバートラックの製造開始なんです。そして XAI でテスラやツイッターとの協業計画という情報が入ってきました。この時は290ドルを超えてきたので、このまま一気に300ドルを超えるんではないかっていう風な雰囲気になってましたよね。覚えてますか？しかしなんですけれども、この後に7月21日に急落となりまして、一気に株価が下がり、その後上下を繰り返しながら株価は下がっていきます。では7月21日に何があったのか、これも分かりますか？分かる人はね分かると思います。ヒントは7月の21日なんです。今年も同じくらいの日に何かイベントがありませんか？ここまで言えば分かりますよね。この日は第2四半期の結果が出たんです。そしてその結果が悪くって暴落となっています。つまり去年の第2四半期の結果からテスラの株価っていうのは下がり始めたわけです。ではそれを踏まえて今年がどうなるのか、まずいくつか重要なポイントがあります。最初はこの273ドルです。この後一度落ちまして241ドルまで下がっています。その後に上昇して去年の最高値である 292.8 ドルまで上がっています。ではそのラインを引いてみたいと思います。まずは273ドルのライン、そして241ドルのラインで、最後に292ドルのラインです。このラインを覚えてもら
らい、今後テスラ株がどのように推移していくのか、これを最後に見ていきたいと思います。まず今後の重要なポイントなんですけれども、やはりまず最初は第2四半期の決算発表です。去年はこの第2四半期の決算発表から暴落をしています。しかし今年はこの結果を受けて僕自身は上がると思っています。それが去年のチャートで言うところのここの部分になるかもしれません。第2四半期の決算発表前に一度利確が入り株価が下がる、そして第2四半期の結果を受けて上がるというパターンになるんじゃないかなと僕は思っています。そして第2四半期の決算発表後に株価は伸びて、8月8日のロボタクシーの発表会です。やはりここが一番のメインになると思います。それがちょうどここのところですね。この発表の内容次第で株価が去年とは違い大きく伸びていくのか、それとも期待外れで大暴落するのかということになってくると思います。しかし去年はこの後株価はじわじわと下がっていったのですが、今年はそうならないと僕は思っています。それはなぜかというと、理由としてはエネルギー事業です。結局株価っていうのは期待などでも上がり下がりはするんですけれども、最終的には結果だと思います。このエネルギー事業での結果が出ることによって、今年はロボタクシーの発表でたとえ失敗したとしても第3四半期第4四半期とこれまでエネルギー事業の結果っていうことにそこまで注目が集まっていなかったと思うんですけれども、これからはエネルギー事業の結果に注目が集まっていくと思います。そしてこのエネルギー事業の結果に注目が集まり、エネルギー事業の結果が良くなっていくと、それが株価に反映されて上がっていくんじゃないかなと僕は個人的に予想しています。そしてロボタクシーの発表会がもし成功して、そこでも株価が上がっていくようなことがあったとした場合に、僕は今年後半にかけて400ドルを目指す場面があるんじゃないかなと思います。その根拠ではないんですけれども、こちらのチャートをご覧になってもらい、ここが過去最高の400ドルを超えたところなんです。この時も上昇はしていっているんですけれども、一度落ちています。このことを踏まえると、もしロボタクシーの発表会で失敗することがあれば、この時と同じチャートのようになるかもしれないなとも思っています。しかしロボタクシーの発表会で成功したならば、今年は400ドルも超える結果も期待できるんではないかなと思います。少なくとも年後半に向けてエネルギー事業の結果が出ていき、400ドルを目指せるのではないかと過去のチャートを見た時に僕は思ったんですけれども、皆さんどう思うでしょうか。ぜひご意見を聞かせてもらえたらと思います。はい、ということで今日は過去のチャートを読み解いて、今年は今後どうなるのかということについて解説をさせていただきました。僕自身は今年の年後半に向けて400ドルという数字が見えてくるんじゃないかなと思っています。あくまで個人的な見解ではありますので、信じるのではなく参考程度に思ってもらえたらと思います。はい、ではマーケットチェックをしていきたいと思います。まずダウですけれども、ダウは今日は上昇してますね。 39,359 ドルとなっています。次にナスダックです。ナスダックは今日大きく上昇してますね。 18,349 ポイントとなっています。次に S&P500 です。 S&P500 も上昇していまして、 5,564 ポイントとなっています。はい、そしてテスラですけれども、テスラがどうなっているかというと、一時期250ドルも超えまして、今現在 249.9895。 ぜひともここで250ドルを超えてほしいけれども、250ドル超えるかなかなか超えないですけれど、はい、今現在249ドル台を推移中です。ぜひ超えた瞬間を見たいんですけれど、なかなか超えないですね。はい、今現在は249ドル台を推移中となっております。続きまして NVIDIA ですけれども、 NVIDIA は127ドル台を推移中です。そして同時ですけれども、同時はさらに落ちていまして 0.10 ドル台を推移中です。昨日ビットコインが大きく下がっているので、それにつられた可能性があるかもしれませんね。そして為替ですけれども、為替は160円の後半ということで少し下がってきた感じがありますね。このままもう少しね、やはり円高に触れてほしいなと個人的には思います。はい、ということで今日もテスラは伸びておりまして、250ドル直前まで来ています。一時期250ドルを超えて251ドルをつけている場面もあったようです。では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は太郎田中3693のコメントです。それに対して2名の方が返信をされているので全部ね紹介したいと思います。まずはロボタクシーの概要は理解できるのですが、個人がロボタクシーで利益を得てテスラに納める手数料を引いて現実的な利益率が出せますかね。テスラがロボタクシー部門を作って自社で回した方が効率的だと考えています。世界的大企業が金のなる木を個人に配るようなことをするのかが疑問です。ぜひご意見を聞かせてくださいというコメント
ントです。ありがとうございます。それに対して2名の方が返信されています。まずはカズマッチ4883のコメントです。自社で全てを回すとなると、駐車場の土地の確保や車の清掃、トラブル時の対応などの莫大な人員が必要になります。テスラは車体の大量生産と FSD といった最も利益率の高いところだけで十分すぎるほど儲かります。そして個人がビジネスとして参入できることで、世界中の個人資産がテスラに向かい一気に広まる可能性があると思います、というコメントです。ありがとうございます。本当こちらおっしゃる通りだと僕も思います。そしてマクンバイザー C90723 のコメントなんですけれども、昔イーロンマスクが言っていたのは、例のテスラは消費財ではなく資本財だという話。 FST 購入済みのテスラオーナーは、希望すれば自分の車をテスラのロボットタクシーに提供できる。その場合の利益はおよそ年間300万程度だということでした。それに該当する私は、希望すればその希望する提供期間中、自分で使わない夜間とか、自分のモデル3が勝手にガレージから出て行って勤務時間が終われば勝手に戻ってくるというイメージでした。それで年収300万です、というコメントです。ありがとうございます。こちらも僕も全く同意見です。このような感じになっていくと僕は思います。その理由としては、イーロンさんっていうのは全ての人が豊かになったらいいというふうに考えているからです。そしてユニバーサルハイインカム理論というのも提唱しています。このことからも僕自身は、イーロンさんは世界中の人が豊かになったらいいというふうに考えているんですよね。このユニバーサルハイインカムって一体何なのか、こちらに関しては5月26日のこちらの動画で解説していますので、よくわからないと言われる方はこちらの動画見てください。このことからもイーロンさんは人が豊かになればいいというふうに考えているので、テスラオーナーの方はテスラを持つことによって豊かになればいいというふうに思っていると思いますし、テスラ株投資をされている方はテスラ株で豊かになればいいというふうにね、思っているんじゃないかなと僕は思っていますので、ロボタクシーを使ってテスラが稼いでくれるっていうのは僕は当然ね、出てくると思いますし、ロボタクシーとして使っていないときは AWS として収益を上げていくっていうことも今後ねしていくと思います。そしてテスラオーナーの方が豊かになっていくっていう未来をね、作っていくんじゃないかなと思います。そうなってくるとテスラを買わない理由がなくなってくるんですよね。なので僕がちょっとね、危惧しているのは、テスラが金融商品みたいに価格が上がっていくんじゃないかっていうことに関して少しね、不安材料を抱えています。というのも、みんながテスラが欲しい、テスラが欲しいとなってきた時に、テスラを買いたいんだけど新車の納車が2年とか3年とかかかってくるようになってきたら、中古のテスラの車っていうのが価格が上がっていくと思うんですよね。そうなってくると、なかなかテスラの車が買えないっていう状況にもね、なってくるんじゃないかなと思いますので、そこだけ少しね、心配してはいますけれども、きっとこのような感じでテスラオーナーが儲かるような仕組みっていうのをイーロンさんは作っていくんじゃないかなと思います。そしてその支払いとなってきた時に、世界中にテスラオーナーの方がいて、その人たちに収益を渡すとなってきた時に、僕はそれぞれの国によって通貨が異なるので、その通貨が異なるものに対してお金を支払うっていうのは結構大変だと思うんですよね。なので、ここで僕は暗号資産が使われていく可能性が十分にあるんじゃないかなと僕は今は思っています。はい、昨日もですね、コメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方をよろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外情報をメインに取り扱っています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容が参考になったと思われたら、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。今日は今から僕自身は東京の方に行く予定です。東京は明日までいるんですけれども、この2日間でいろいろな人とね、また会って情報交換をね、していきたいなと思っています。今回の東京ではテスラ関連の方ともね、お会いさせてもらって情報交換をさせてもらう予定です。僕の方は数ヶ月に1回は東京の方に行っていろいろな人と会うということをしているんですけれども、今回もいろいろな人と会ってしっかりと情報交換をさせてもらって自分の仕事に生かしていきたいなと思っています。はい、では今日もですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。週末です。皆さんも素敵な週末をお過ごしになってください。あ、そうそう、忘れていました。今回の東京なんですけれども、道中いろいろとね、写真を撮って X の方でアップしていきたいなと思っています。ぜひね、 X の方でのフォローもよろしくお願いいたします。はい、では皆さんも素敵な週末をお過ごしになってください。ではまた。